こんにちは。 JTA オンラインインスペクションをご覧いただきまして誠にありがとうございます。本日はクアルルンプール支店徳田よりお届けさせていただきます。今回ご紹介させていただきますのがこちら、ザ・ルマホテル&レジデンスというホテルでございます。こちらのルマという意味なんですけども、こちらマレーシア語で家という意味でございまして、マレーシアの伝統的な建築様式をおしゃれにですね取り入れたホテルでございます。また場所はですね KLCC、 クアルルンプールの市内中心部である KLCC のど真ん中に位置しておりますので、非常に立地もいいホテルとなります。ではですね、早速入り口の方に着きますと、このように体温を測る場所がございます。はい、こちらで36度9分ですね、37度5分以下が入館の条件となっております。またですね、 QR コードもこちらで読み取りが必要となります。それでは館内の方、マスク着用必要ですので私も失礼させていただきます。では早速ホテルの中入ってまいりました。まずロビーの前にですね、このようにちょっと変わった冷食のスペースがございまして、こちら実はですね鳥かごをイメージしております。なぜ鳥かごかと言いますと、この天井をですねご覧いただけますでしょうか。こちらなぜ、ね、鳥かごをイメージしているかと言いますと、マレーシアの伝統工業のですね、鈴鉱山というところでですね、鳥を使って人間が一緒に仕事をしていたそうなんですね。それの絡みでこのように鳥かごを使って、装飾にしているという形です。ではこちら早速ホテルのロビーの方入ってまいりました。非常にですね、綺麗な、おしゃれな装飾がなされたロビーとなっています。また天井の方はですね、銅が使われていまして、そのため非常に変わった色使いのホテルとなっております。それはですね、今回ご案内いただきますホテルのスタッフの方をご紹介させていただきます。フロントオフィスマネージャーのジェイソンさんです。ジェイソンさん、グッドアフタヌーン。Selamat datang. Welcome to the Ruma Hotel and Residences. はい、ようこそルマホテルへお越しくださいましたということでございます。それでは早速リセプションの方からですね、見てみましょう。では、一室でリセプションします。はい、ではこちらですね、リセプションチェックインカウンターとなります。まずですね、お客様こちら到着されましたらですね、こちらのウェルカムのお水がありまして、またこのようにですね、無料のお手拭きですね、渡されまして、手の方、清潔にしていただきます。またですね、この隣の方に QR コードがあるんですけども、こちらもですね携帯で読み取っていただいて、お客様の個人情報をこちらで記入していただくという形となります。今ですね、コロナの対策としまして非接触というのが今重要になっていますので、それを紙とかペンをですね使うことなく登録が可能という形となっております。それはですね、次にどちらをご案内いただくのでしょうか。ジェイソンさんに聞いてみましょう。ジェイソン、we'll go next. So we'll go to the mezzanine floor with the attached restaurants, but before that, we'll show you the kabayaku over here. はい、はい、今ですね、これから上の方、頂上会場をご案内させていただくんですが、まずその前にこちら見ていただけますでしょうか。こちらですね、クバヤという名前のマレーシアの伝統的な女性用のドレスでございます。これですね、非常にキラキラと光っていまして、実は近づいて見ていただくとですね、金色の蝶があしらわれたという、だいたい1000枚ほど使っているということです。非常にですねきらびやかな、高級感のあるオブジェクトもこのロビーに置いているという形で、非常にですね、贅沢な景観となっております。はい、それではですね、次にこのロビーからですね階段で上に上がりまして、メザニンフロアと呼ばれるところに上がってまいります。このメザニンフロアにはですね朝食会場がございまして、そちらでですね今朝食の提供されております。ではどういったレストランになっているのか、また朝食の提供方法などもこちらのレストランに上がりまして、早速確認してみようと思います。はい、こちらですね、レストランの前に今到着しております。こちらがレストランですね、アタスという名前のレストランでございます。隣にはですね消毒液などもありまして、非常に広々としたレストランとなります。朝食方法の提供どのようになっているのか、ジェイソンさんに聞いてみましょう。まず、How do you serve the breakfast? So for breakfast now, the core items will serve as buffet here. Okay. But it will be served by a server here. Mm-hmm. And then for hot items and beverages, it will be made to order. And then it will be sent to your table. Okay. はい、こちらですね、コールドアイテム、いわゆるパンとかサラダとかチーズとかですね、冷たい食べ物はこちらのカウンターに置かれて、ブッフェ形式で取っていただけます。ただお客様はですねブッフェを取ることはできませんので、シェフの方がここにスタンバイしていまして、シェフの方がお客様に取り分けてあげるという形で提供しています。またですね、温かいお食事に関してはテーブルの上にメニューが置いてありますので、そのメニューを見て注文をして、スタッフの方がテーブルに運んでくださるという流れでなっております。
で今ですね、こちら席の方ご覧いただいております。このテーブル同士もですね、比較的スペースが取れた配置になっておりまして、ソーシャルディスタンスをですね、意識した作りになっております。ではですね、ちなみにこの外の方もですね、席がありまして、外の風をですね、感じながらお食事を取ることもできます。またこちらの奥の方もですね、スペースがありますので、ここもしっかりとお食事を取れるスペースとなっております。ではこちらのレストランですね、キャパシティ、着席人数どれくらいなのか聞いてみましょう。何だったキャパシティのレストラン、This will be 80 people actually 80 people、はい、こちら今80名が着席可能ということでございます。では朝食の提供時間を聞いてみましょう。メノ、What time is your breakfast? So breakfast is from 6 until 10:30 in the morning. はい、では朝食の提供は朝の6時から10時半までとなっております。では朝食券必要なのか聞いてみましょう。So need a breakfast voucher? No need. So you just need to tell your room number only. Okay. では朝食券などは特に必要ございません。お部屋番号を告げていただくのみで朝食を取っていただけます。はい、ではですね、次に朝食会場を出発しまして、次にエレベーターに乗って、客室の方上がってまいります。では今からどのお部屋をご案内いただくのか、ジェイソンさんに聞いてみましょう。ジェイソンさん、Which room we see today? Okay, so we're going to see the deluxe room as well as a grand studio room. Okay. はい、ではですね、これからデラックスルーム、それからグランドステディオというお部屋をご覧いただきます。はい、はい、今ですね、エレベーターの方に乗ってまいりました。でこれからですね、まずデラックスルームというお部屋をご覧いただきます。こちらのデラックスルームですね、ホテルの一番基本となるお部屋タイプとなりまして、その4つ上のですね、グランドステディオというお部屋を後ほどご覧いただきます。ちなみにですね、デラックスルームですね、今からご覧いただくんですけども、まずエレベーターのこの下の方を見ていただきたいんですが、この四隅の方にですね、ソーシャルディスタンスを保つためのステッカーが貼ってありまして、今1機あたりのご利用人数が4名までとなっております。しっかりとですね、ソーシャルディスタンスも測られておりまして、またホテル全体でですね、消毒のペースも1時間に1回はされているということでして、まあ、非常にですね、衛生面に関しても配慮がなされたホテルということでございます。はい、それですね、今客室がありますフロアに到着してまいりました。ではですね、デラックスルームこれからご覧いただくんですけども、まず何部屋あるのか確認してみましょう。Then how many rooms do you have in deluxe room? For deluxe, we have total of 60, but only 12 twin room. Okay. はい、ではですね、一番基本となるデラックスルームは60部屋ございます。60部屋のうちのツインベッドの数が12部屋となります。12部屋なので、まあ、大型のですね、お客様にはちょっとご利用いただけないんですけども、 FIT のお客様、まあ、小規模のグループのお客様であればご利用いただけるサイズかなと思います。はい、それではですね、デラックスルーム今向かっております。では、このホテルの総客室数何部屋あるのか聞いてみましょう。How many total you have in this hotel? So the total room that we have in this hotel is 253. はい、ホテル自体の総客室数は253部屋ということですね。はい、今一番基本となりますデラックスルームの方入ってまいりました。非常にですね、まあ、床のフローリングも、まあ、木でできていたりですとか、この壁のあたりもこれアンダーアタですかね、アタのようなものでアンダーものでできていたりとか、非常に変わった作りとなっております。またベッドです、このようにですね、ツインご用意いただきました。こちらのデラックスルームは12部屋ツインベッドがございまして、このベッドですね、実は他のホテルと比べて比較的低い作りになっていまして、これも、まあ、ルマ家ですね、家の、まあ、モチーフという形でこう腰掛けていただけるような作りとなっております。はい、ではですね、この枕元の方では次に見てみましょう。この枕元の方ですね、まあ、このように読書灯ですとか照明を調節するところもありまして、あとちょっとこう隠れて見づらいんですが、マルチプラグを挿すところが2つ、それから USB がなんと4つですね、ケーブル挿すところがございます。それぞれのお客様が1人様2つずつね、USB の充電などができたりと非常に便利です。またですね、こちらの壁ですね、カーテン、一般的にこういうカーテンではなくてブラインドとなっています。実際にここのスイッチで閉めることができますので見てみましょう。今ですね、この枕元のスイッチを押しましてブラインドを閉じているところです。このお部屋からの景色はですね、建物に囲まれているので、まあ、オフィスビルですとか他のホテルですとかが見える景色となっております。このようにですね、ブラインドが自動的に最後まで閉まります。ではこちらの部屋ですね、エクストラベッドの搬入可能か、ジェイソンさんに聞いてみましょう。ジェイソンさん、キャンプってエクストラベッドいいんですよ。 For this room, we cannot put extra bed, but we can actually make this sofa into a bed. Okay. Yes. はい、ではですね、こちらの部屋、エクストラベッドを搬入することができません。その代わりにですね、ここにありますソファ
これをソファーベッドとしてアレンジすることができます。ただ大きさの関係でですね、大人の方はご利用いただけず、お子様のみこちらのソファーベッドをご利用いただくという形になっています。それからですね、こちらのワークデスク、非常に変わった作りになっていまして、見ていただきたいんですけども、実はこのように動く形になっているんですね。なのでここに腰掛けて使うこともできますし、非常に面白い使い方ができるデスクとなっております。またですね、こちらの壁の方ですね、見ていただきたいんですが、実はここにスイッチを押しますと、このようにマルチプラグ2つと USB ケーブル2個差し込める口が出てきまして、これもですね、お部屋の景観を損なわないためにも、ホテルからもしっかりと気を利かしてくれたデザインとなっております。またテレビはですね、このように壁に埋め込まれている形になっていまして、 NHK に関しては日本語放送のものがご視聴いただけます。はい、それでは次にですね、こちらバスルームの方をご覧いただきましょう。はい、まずこちらの洗面台の方ですね、見ていただきますと、この色見えますでしょうか。ちょっと銅というか赤いというか色になってるんですけども、こちら、見た目の色の通りですね、銅でできた洗面台となっております。非常にですね、おしゃれな作りの洗面台となっています。はい、では次にこちらバスタブですね、こちらにございます。こちらすべてバスタブついているか、ジェイソンさん聞いてみましょう。So all the deluxe room has bathtub. All our rooms in the hotel has bathtub. はい、こちらすべてのお部屋にですね、バスタブついてございます。またこちらアメニティなんですけども、シャワー、それからコンディショナー、シャワージェルなどですね、こちらのイタリアのラ・ボッテガという名前のブランドを使ったアメニティを置いてありますので、ブランドに目のない方にも非常に喜んでいただけるかなと思います。はい、それからですね、こちらの方、真ん中の棚に行きますと、この中にですね、アメニティが入っております。でドライヤー、歯ブラシ、裁縫セット、それからこちらですね、バスソルトなんかも入っていますので、非常に多種多様な使い方のできる気の利いたホテルとなっております。それからですね、こちらの棚の上の方にはこの盆栽ですとか、このバティック柄のお皿ですとかが置いてあったり、非常にですね、おしゃれなとこが、細かいとこまで気が利いているという作りになっています。それからこちらですね、もう一個同じ形の洗面台がありまして、2名様同時にお使いいただくこともできますので、非常に使い勝手の良い洗面所となっております。はい、ではこちらのトイレの方を次にご覧いただきましょう。トイレに関してはですね、このように個室しっかりと独立した形になっていまして、シャワートイレなどはついていないタイプとなります。ローカルの方が使うノズルが出るタイプのトイレとなっております。はい、では次にですね、こちらお手洗いのバスルームのご紹介でした。では次にこちらのお部屋の方入ってまいりまして、はい、こちらのウォードローブ、クローゼットの方を見てみましょう。このようにですね、なっていまして、実はこっちの棚の中にセーフティーボックスが入っています。上から扉を開けるタイプになっておりまして、この上2つはですね、空になっていますので、収納としてご利用いただけます。それからこの一番下の段にはスリッパが入っていまして、大きいものと小さいサイズの2つのサイズを揃えているという形になっています。はい、次にですね、こちらのクローゼットの方、中見ていただきますと、バスローブ、それから懐中電灯、傘、それから靴べらや靴を磨くブラシなどもですね、こちらの壁に置いてございます。非常にですね、たくさんのアメニティが置いてありまして、非常にかゆいところに手の届いたサービスという形になっております。はい、ではこちらですね、まずいろいろ置いてあるんですけども、まずこちら何でしょうか、開けてみましょう。はい、じゃあマスクですね、こちらマスクと消毒液が中に入っています。ジェイソンさん、これのマスクなんですけども、お客様宿泊される人数分提供されるのか聞いてみましょう。This mask will be provided for the number of the person staying. Correct. This will be provided for every guest. はい、こちら宿泊される人数分ですね、マスクの提供はございます。またですね、こちら隣に、これに瓶が入ったものがあるんですが、これは何でしょうか。ジェイソンさん、what is this one? So this one is actually Malaysian local snacks, but it represents the three different races. We have the Indian, this is the Muruku.We have the Chinese one. This is a peanut candy, and this is dodo, is the from the Malay candy. はい、これですね。実は3種類のお菓子が瓶の中に入っているんですけども、マレーシアを織りなしているマレー系、インド系、中華系、それぞれの代表的なお菓子
をお客様に無料でお召し上がりいただけるというふうになっています。それから無料のお水ですね、こちらに2本ルマホテルのステッカー貼ってあるものが無料で飲んでいただけるお水でして、ネスプレッソもこちらにございます。それからこの横の方ですね、開けてみますと、まず湯沸かしポット、それからコーヒーのカップ、それから無料のコーヒー、紅茶、それからネスプレッソ用のカプセルなどもですね、すべてこちら無料でご利用いただけます。はい、では次にですね、こちらの方見てみましょう。はい、はい、アイスバケツありまして、グラス、それからワイングラスで、こうフォーク、ナイフやお皿などの食器がこちらに入っています。それから真ん中の方ですね、開けて見てみますと、こちらミニバーになっております。ちなみにですね、無料のお水もこちら一番左の方ですね、入ってありますので、合計で3本一部屋無料でお水が楽しんでいただけるという形になっております。はい、まあ、このようにですね、非常にたくさんのアメニティが揃っているデラックスルームでした。最後にですね、こちらのお部屋のサイズ確認しましょう。So, may I know the size of this room? This one is 43 square meters. はい、こちら43平米ということでございました。非常にですね、広々とした作りになっております。はい、Thank you very much. So, we go to next room. Sure, let's go. はい、はい、ではですね、次のお部屋にご案内させていただきます。次にご案内させていただくお部屋が、デラックススイートという名前のお部屋です。今のこのデラックスルームから比べてですね、4つほどカテゴリーが上になっているお部屋でございまして、ストゥディオタイプのお部屋となっております。ではこちらのですね、 Wi-Fi 状況はどのようになっているか聞いてみましょう。 So, may the Wi-Fi is free? Yes, the Wi-Fi is complimentary, no need for any password, and it's one of the fastest in KL. Okay. でこちら Wi-Fi に関しては全て無料でご利用いただけます。クアラルンプールの中でも非常に速いインターネットを採用しているということでして、無料でそれもですね、ご利用いただけるということです。ではこちら喫煙部屋あるか聞いてみましょう。Do you have a smoking room, smoking floor? Unfortunately for our hotel, it's fully, we don't have any smoking floor, mm-hmm. but we do have smoking areas in the lobby, the atas restaurant, as well as on the sixth floor. Okay. こちらホテルはですね、喫煙ルームはございません。なのでお部屋の中での喫煙はできずに、プールサイドですとか、朝食会場の外にもですね、タバコ吸えるエリアがございます。はい、ではこちら。次のお部屋となります、グランドスタジオというお部屋に到着してまいりました。非常にですね、まずこちら入ってまいりますと、ベッドルームがこのようにですね、見えてまいりました。こちらのベッド、今キングのですね、大きいものをご利用いただきました。こちらのお部屋、ツインがあるのか聞いてみましょう。So, may I know the number of the room and also the twin bed? Sure. So, this is a grand studio room. We only have 11 mm-hmm. and it's all king bed. We don't have any twin bed for this room. はい、こちらですね、11部屋ございまして、すべてキングベッドとなっております。ツインのお部屋はございませんのでご注意ください。はい、ではですね、こちらエクストラベッドの搬入可能か確認しましょう。So, may I know the extra bed can put in this room? We can put the extra bed over here. あ、はい。ではエクストラベッドはですね、こちらのスペースに置くことができまして、大人の方であれば最大3名様までご利用可能となります。はい、今ですね、窓の方、今ジェイソンさんにですね、スイッチを押していただいて、こちらカーテンを開けました。非常にですね、明るい景色となっていまして、また特徴がございます。こちらのお部屋ですね、なんとツインタワーがバッチリと上まで見えるお部屋となっています。まあ、こんなにですね、部屋から素晴らしいツインタワーの景色が見えるっていうのはなかなかクアラルンプールでもあまり多くありませんので、非常に貴重なビューとなります。こちらのグランドスタジオですね、すべてツインタワーに向いているのか、ジェイソンさんに聞いてみましょう。This is all the grand studio facing to the twin tower? Correct. So our grand studio and also deluxe suite is facing the twin tower view. はい。11部屋のグランドスイート、スタジオですね、すべてこちらのツインタワーを向いているということでございます。はい。はい。ではですね、こちらの枕元の方を見てみますと、まあ、スイッチありまして、ここにスイッチを押すとブラインドを閉めることができます。今ですね、このように自動的に閉めることができます。まあ、そこでわざわざ行かなくてもですね、枕元のスイッチを操作するだけで閉めることができますので、非常に便利な作りとなっています。はい、でテレビもですね、先ほどと同じように壁に埋め込み式のテレビになっていまして、NHK は日本語放送のものがついてございます。はい、それではですね、次にバスルームの方をご案内します。バスルームのですね、では早速まずはバスタブの方から見ていただきましょう。こちらですね、バスタブ、このようになっていまして、こちらも景色をですね、見ていただきたいんですけども、なんとツインタワービューですね。
お風呂のバスタブに浸かりながらツインタワーをしっかり見るというなんとも贅沢な景色となっています。個人的にもですね、非常に泊まってみたいホテルナンバーワンにも輝けるかなと思います。それからですね、こちらの方シャワーブース、シャワーですね、レインシャワーがついておりまして、ハンディシャワーも下の方についております。はい、それからですね、洗面所の方、こちら見ていただきたいんですけども、同じく銅をあしらった作りになっております。それからこの下の引き出しの中ですね、開けてみますと歯ブラシ、バスソルト、それからドライヤーなどもアメニティなども揃えております。はい、では次にですね、こちらの、奥の方ですね、見てみましょう。こちらも洗面所、もう一つ洗面台ございまして、こちらも開けてみますと、はい、同じく、歯ブラシですねなど裁縫セット、それから綿棒などもこちらに入っていまして、非常に便利なアメニティが揃っています。それからトイレに関してはですね、先ほどのデラックスルームと同じような作りになっていまして、比較的広々としたバスルームとなっています。シャワートイレはついていませんでして、ローカルの方が使うノズル式のタイプで水が出るという形になっております。はい、ではこちらの方ですね、クローゼットの中開けてみましょう。はい、開けてみますとバスローブこのように2着ございまして、あと懐中電灯、それから靴べら、靴磨き用のブラシ、それから傘がこちらに入っています。で、それから、隣の方ですねもクローゼットありますので、こちらも開けてみますと、はい、このようにですね、スリッパ下の方に大小サイズ別のがありまして、こちらセーフティーボックスもございます。で、それ以外の棚はですね、空になっていますので、お客様の物を入れていただくなど収納としてご利用いただけます。はい、で今ですね、バスルームの方をご紹介させていただきました。では次にですね、この入り口の方を見ていただきたいんですけども、先ほどと同じくですね、こちらにミニバーなどございます。で、無料のお水ですね、こちらございまして、先ほどのマスク、消毒液もこちらにもちろんございます。それから、このですね、中電気ポット、コーヒーカップ、無料のコーヒー、紅茶、エスプレッソ用のカプセル、すべてこちらにありまして、反対側も先ほどと同じくアイスバケツ、それから無料ガラスのコップ、ワイングラスで、フォーク、ナイフ、食器なども左右に入っています。で、真ん中のこちらですね、ミニバーになっております。はい、無料のお水ですね、こちらも1本冷えたものが入っておりまして、お楽しみいただけます。はい、こちらですね、グランドステュディオというお部屋でございました。では最後にですね、こちらのお部屋のサイズ確認してみましょう。Jason, may I know the size of this room? So this room is 48 square meters. 48. はい、こちら48平米ということでございます。まあ、非常にですね、数字以上に広々とした感覚があるお部屋となりますね。まあ、ベッドの低さなども影響しているかもしれないですし、まあ、非常に開放感のあって、素晴らしいお部屋だと思います。はい、ではこちらグランドスタジオのご紹介でした。では次にですね、はい、次の場所にご案内させていただきます。はい、じゃあ次どこ行くか確認しましょう。ジェイソンさん、where we go next? So we'll go to level 6, that is the wellness level. Okay. はい、では次に6階のですね、スペースにご案内させていただきます。ではですね、こちらのルマホテル、実はですね、特典があるということなんですけども、ジェイソンさんに聞いてみましょう。ジェイソンさん、I heard some benefits you have in this hotel. Correct. So our hotel, we are managed by URC, which is Urban Resort Concepts. They believe in hostmanship. So the hostmanship benefit, there is three. The first one, guests can actually check in anytime from 12:01 on the date of arrival and check out anytime for the departure date from until 11:59. こちらのホテルですね、実は特徴のある特典が3つございまして、まず1つがチェックインがいつでも可能という特典がございます。それはチェックインがいつも可能という意味はですね、チェックイン日としてホテルに予約した日付であれば、その日の早朝の12時でもチェックインが可能、その日の夜11時でもチェックインが可能という意味です。いわゆるですね、アーリーチェックインなどがすでに含まれた形となっておりますので、非常にお客様もですね、フライトの時間を気にせずにチェックインができるので助かるかなと思います。またチェックアウトもですね、チェックアウト日であれば夜何時でも
チェックアウトが可能という対応ができます。なのでレイトチェックアウトが無料でついているというご認識をしていただければと思います。はい、ではですね、こちら6階の方ついてまいりました。特定の残りの2つはですね、後ほどご説明させていただきます。はい、今6階のですね、ホテルがウェルネスエリアと呼ぶスペースについてまいりました。こちら奥の方が、スパでしたかね。こちら、is there a spa in this side? Yes, this side is the spa. Then we also have a gym on this side. はい、まあ、こちらの私の背中の方がですね、スパが入っているスペースとなります。それからこちらの方を向いていただきますと、あちらの奥がですね、ジムがこちらの奥にございます。それからこちら今バーですね、非常に広々としてあ作りになっていまして、まあ、このようにですね、まあ、鳥かごなどをモチーフにしているような、まあ、席などもありまして、非常にユニークな作りとなっております。はい、それからこちらの方ですね、私の左手の方、こちら見ていただきますとプールが見えてまいります。こちらのプールもですね、まあ、いわゆる最近人気のインフィニティプールという作りになっていまして、この建物にですね、囲まれた中でここだけ唯一時間が止まったような、まるでまあ都会のオアシスとでも呼びましょうか、まあ、非常にですね、落ち着いた雰囲気のおしゃれなプールとなっております。はい、ではですね、こちらのではバーの反対側のエリア見てみましょう。まあ、このようにですね、グループ様でもご利用いただける席がこのようにありまして、また奥の方もですね、まあ、窓側にしっかりと席がございまして、まあ、ここもグループ小グループの、ね、お客様もご利用いただけるスペースかなと思います。それからですね、こちらの角の方を曲がっていただきますと、まだ奥行きがあるスペースに着くんですけども、ここですね、まあ、バーカウンター今見えまして、ここからお酒が提供されますね。それから奥の方行きますと、もうちょっと広々としたスペースに到着しました。でこのようにですね、こちらの横になってゆったりとくつろいでいただけるようなものが非常に特徴的でして、まあ、ここで横になって風を浴びながらお酒などを楽しむという使い方もできます。またですね、こちら私の左手の方を見ていただきたいんですけども、こちらがホテルのミーティングルームが入っているスペースとなります。このミーティングルームはですね、円卓で言えば8卓入りますので、まあ、おそらくコロナ前ですと80名様はご利用いただけまして、今はコロナの関係でですね、まあ、50名様、40名様くらいのご利用となります。でここにですね、コーヒーブレイクなどで、まあ、ここで軽食など、まあ、コーヒー紅茶などもここでお取りいただけるようなセットアップも可能でございます。またですね、このテーブルに置いてあるこれ実は小さい灰皿なんですけども、このような灰皿があるところでは喫煙もしていただけますので、まあ、タバコ吸われるお客様ですね、お部屋の中は吸えませんので、こちらで代わりに吸っていただけるという作りになっております。まあ、非常にですね、開放感のあるところでして、まあ、軽快な音楽もね、流れていまして、まあ、本当にプライベートで訪れてみたい場所でもございます。はい、ではですね、先ほどちょっと話の途中になってしまいました、ホテルの特典に関して、残り聞いてみましょう。This one, what is your the benefit for the second one? Oh, for the second one, so it will be for the mini bar. Mm-hmm. So it's a daily replenishment, okay. Including the alcohol. Mm-hmm. Okay. はい。で、こちらですね、その特典の2つ目なんですけども、実はミニバーが無料でご利用いただけます。こちらですね、すでに入っているものを1回、使っていただいたら、それはすべて無料でご利用いただけまして、それ以降の2回目に関しては有料になるんですけども、翌日の分はまた無料でご利用いただけるという形ですね。ので1日、まあ、1ラウンドという形になります。はい。OK、じゃあジェイソンさん、次、じゃあ3つ目の特典を聞いてみましょう。So what is the third benefit? So the third benefit, the guests can actually choose to have breakfast in the room or in the restaurant.So this is a good, good choice also in case the guest wants to avoid the crowd in the restaurant. Okay. はい、ではですね、3つ目の特典が朝食をお部屋でもお取りいただけるという特典でございます。先ほどお見せしましたアタスレストランの朝食をですね、お客様ご希望であればお部屋の中で、取っていただけると。またそれはですね、追加料金はかかりません。無料でお取りいただけますので、ご希望に沿ってホテルのスタッフにお申し付けていただければそれを無料で取っていただけます。今ですね、ロビーのエリア戻ってまいりました。こちらもですね、奥の方に、まあ、中華式ですかね、中華式、まあ、ニューニャ式ですね、ニューニャ式のタンスなどを置いてありまして、ところどころですね、非常に凝った形の装飾品などが置いてあります。これでマレーシアのですね、伝統的な装飾品、まあ、鈴ですとか、
先ほどのニョニャの家具ですとか、それから先ほどのバスルームにありましたバティック柄の陶器ですとか、非常にですねマレーシアの伝統文化を大事にしたモニュメント、アメニティなどが置いてありまして、マレーシアの魅力を存分に感じれるホテルかなと思います。では次にですね、こちらリセプションの反対側のエリアに私たち参りました。次にご案内させていただくのがライブラリーという名前のスペースでございます。こちらライブラリーという場所なんですけども、どういったスペースなんでしょうか。ジェイソンさんに聞いてみましょう。So what is this library for? So library is actually famous for afternoon tea. Mm-hmm. It's from 3 until 5:30 p.m. every day. Okay. はい、ではこちらライブラリーという名前の実はラウンジなんですけども、毎日3時から5時半までアフタヌーンティーの提供をしております。でこちらライブラリーという名前の通りですね、まあ、本がたくさん積まれておりまして、まあ、本当に図書館のようなコンセプトで作られたおしゃれなスペースとなっております。またですね、非常に落ち着いた雰囲気で、外からの光もしっかり差し込んで明るい作りになっていますので、ここでですね、ゆっくりと、まあ、読書もいいかもしれませんし、アフタヌーンティーを取りながら、お友達とおしゃべりなんか、非常に優雅に暮らしていただけるかなと思います。はい、こちらはライブラリーというスペースのご紹介でした。では次にですね、またロビーに戻りまして、最後にこちらのスペースをご紹介させていただきます。こちらは何という名前のスペースなんでしょうか。Yusuf, what is this space? So this is actually 7 bar. It is famous. We actually have served 18 type of gins here. Okay.、はい、こちらですね、7 bar という名前のバーでございます。で営業時間聞いてみましょう。What time the opening hours? The opening hours is from 10 a.m. all the way up to 1 a.m. はい、こちら営業時間が朝の10時から夜中の1時までとなっておりまして、こちらの特徴がですね、実はジンを何種類も取り揃えておりまして、オリジナルのカクテルなども揃えています。ただですね、私のこちら見ていただきたいんですけども、これは鳥かごのような形になっていまして、実はジャングルバードという名前のカクテル、皆さんご存知でしょうか。実はこちらのカクテル、マレーシア発祥のカクテルでして、名前の通りですね、ジャングルの中にバード、鳥をあしらった果物などがカクテルに刺さっていますので、そのジャングルバードを鳥かごで入れてお客様に提供するという非常にですね、おしゃれで凝ったカクテルを提供しているというバーでございます。はい、ではですね、そろそろ本日の JT オンラインスペクションお別れのお時間が参りました。今ですね、ご覧いただきました通り、こちらのルマホテル、非常にですね、おしゃれなモニュメントですとかアメニティなどを置いてありまして、デザイナーズホテルなどお好きなお客様にお勧めできる非常におしゃれなホテルでございました。では最後にですね、ジェイソンさんから何かコメントをいただきましょう。 Can you give us any comment? Sure. Thank you very much. I hope you enjoy the tour of our hotel. I look forward to actually welcoming you to Kuala Lumpur and the Ruma Hotel and Residences. Terima kasih.はい、今回ビデオをご視聴いただきましてありがとうございましたということです。またお客様ですね、こちらのルマホテルへご宿泊される日をお待ちしておりますということでした。では本日の JT オンラインスペクション、今回もご視聴いただきましてありがとうございます。 JT オンラインスペクションではアジア・オセアニアの旬な情報をオンラインや動画でお届けしております。お見逃しないためにもぜひチャンネル登録をお願いいたします。それでは次回の JT オンラインスペクションでお会いしましょう。それではさようなら。